クリップ運行区間の路線随き先表示器などにおける案内ではオレンジ色が用いられる。水穂は西日本旅客鉄道及び九州旅客鉄道が山陽新幹線、九州新幹線の新大阪駅、鹿児島中央駅間で運行している特別急行列車の愛称である。水穂の愛称は 1961年10月1日から1994年12月3日までの33年間にわたって東京・熊本・長崎間の夜行列車の名称として用いられており日本国有鉄道 JR の列車名として用いられるのは新幹線の列車名で2代目になる案内表示ではオレンジ色が用いられる 2011年3月12日の九州新幹線、鹿児島ルート全線開業と同時に運行を開始した。山陽、九州新幹線を直通する最速立列車として運行されている。山陽新幹線では、望みに準じた取り扱いがなされており、料金体系も、望みと同様に他の列車と別体系となっている。当初、山陽、 九州新幹線の直通列車は桜のみが設定される予定であったが JR 九州主体で航空機を意識した航空機対策の列車として停車駅を絞った最速達列車が新たに設定された。なお、航空機対策としてビジネス客の取り込みを目指した列車という関係上、修学旅行などの団体利用はほとんど認められていない。また、 一部の特別企画乗車券での利用は対象外となる。みずみずしい稲の方を意味する、みずほは、実り豊かな国を表す、水ず国、豊か吉原1500秋水ず国として、日本国の微笑に用いられており、九州新幹線全線開業による参業を、九州新幹線の直通運転を通じて、豊かな実りを提供する意味が込められている。 2020年3月14日、現在、朝夕を中心に新大阪鹿児島中央間で、定期列車が8往復運転されている。このほか、繁忙期などには追加の臨時列車も運行されている。所要時間はいずれも、最速で、新大阪博多間を2時間23分、新大阪熊本間を2時間57分、新大阪鹿児島中央間を3時間41分で、 結んでいる。合数は600番台が割り振られている。この合数は、水保運行会始前の東海道、山陽新幹線では新大阪博多間に、朝晩運転の最速達の、望み一往復に割り振られていたもので、全列車が運行系統を含めて、実質的に引き継いだものである。2011年3月12日の、 運行開始当初より新大阪・鹿児島中央間で運転されている。新大阪駅、新神戸駅、岡山駅、広島駅、小倉駅、博多駅、熊本駅、鹿児島中央駅に全列車が停車し、一部列車は、姫路駅、福山駅、新山口駅、久留米駅、川内駅にも停車する。現行中時代に、 鹿児島中央駅を出発する606号と18時台に、新大阪駅を出発する613号の県一往復が増発。また、福山駅に上り604号、608号、下り607号と613号が、新山口駅に上り610号と下り605号が、それぞれ停車するようになり、福山駅と新山口駅も、定期、 水穂の停車駅に昇格した。2019年3月16日大ヤ改正11時台に、新大阪駅を発車する下り1本と16時台に、鹿児島中央駅を発車する上り1本の県市、往復が増発された。また、定期列車の602.608609号が、川内駅に60、604.607611号が、 久留米駅にそれぞれ停車するようになり、久留米駅と川内駅も、定期、水穂の停車駅に昇格した。2018年3月17日大夜会成功頻度で、運転する、臨時列車が、新たに、久留米駅、川内駅に停車。久留米駅には、日中運転の臨時1往復が、川内駅には、有時間帯運転の臨時1往復がそれぞれ、停車する。 2017年3月4日、ダイヤ改正後頻度で運転する、臨時列車が2往復が設定され、事実上8往復体制での運行となる。2014年3月15日ダイヤ改正一部列車で、新たに、姫路駅に停車する列車が設定された。定期に往復が停車する。2011年3月12日ダイヤ改正停車駅は、 山陽新幹線の、のぞみ前列車停車駅に、熊本駅、鹿児島中央駅を加えた8駅に、当日、1日音往復体制で運行を開始した。車両は、山陽、九州新幹線直通、桜と、同じく N700K7000.800 番台が、使用されている。車体色は、日本の伝統的な陶磁器をイメージした色である白、藍をベースに、 金とノーア愛の帯が入ったデザインとなっている。山陽新幹線区間で水星定席に乗車する場合は、望みと同じ特急料金表を用いることになっており、光、小玉、桜に比べて200から300円高い料金が採用される。一方、自由席については、望みと同様に他の列車の自由席特急料金と同額となる。 九州新幹線区間では、桜、つばめと同じ料金体系を採用しており、加算料金は発生しない。九州新幹線2枚切符でも利用制限はない。ただし、フルムーン夫フ婦フグリーンパスジャパンレールパスは、全員区間で自由席を含め利用できない。ジパングクラブに関しても、のぞみと同様、特急料金の割引はできない。なお、 山陽新幹線と九州新幹線を直通して利用する場合の特急料金は、博多駅までの山陽新幹線の特急料金と九州新幹線の特急料金のガス産額が基本となり、水保乗車の場合は山陽新幹線区間の自由席特急料金、九州新幹線区間の自由席特急料金プラス510円加算料金で算出された。 特急料金が採用される。新大阪博多館が JR 西日本フードサービスネットが担当している。博多鹿児島中央館は2019年3月15日で廃止した。なお、N700K の3号車と7号車の熊本、鹿児島中央側のデッキに飲料の自動販売機が設置されているため、飲料のみ購入がいつでもできる。 これまで大阪・鹿児島間は飛行機を利用する客が多く2010年時点で JR はスーパーセントのシェアしかなかったが九州新幹線全線開業後はビジネス客の取り込みを図りに2割から3割のシェア獲得を目指すとしていた桜よりも停車駅を絞った列車の計画はスーパー桜の歌唱や 水穂という列車名の案も含めて2010年8月24日に新聞などで報道され JR 側は翌25日に最速達型列車の計画が存在し JR 九州が中心となって検討中であることを公式に認めた列車名として報じられた水穂は当初あくまでも候補の一つとしていたが同年9月15日に JR 九州が 水穂で検討中と表明した。名称検討は桜と異なり、公募ではなく JR 九州にて行われ、同社は事前に地元自治体へ相談せずに進展させた。このため、最速立列車の名称が過小段階で水穂と報道された際には、水穂が寝台特急として運行されていた頃の運行区間が東京熊本長崎間で、 鹿児島県内には運行されていなかった事情や工房などではなく、車内のみでの決定という経緯や列車相性からイメージされる価格などから反発があり、鹿児島県知事の伊藤雄一郎や鉄道ファンから不快感や異論が相次いでいた。同年10月20日に最速達列車の運行内容と列車名が水穂となることが正式に発表された。 沿線自治体からは新都市駅など地元主要駅への停車要望が相次いでいたが、開業にあたっては、水穂の運転本数を朝夕4往復に絞り、他の時間帯は桜のみ運行することで対処し、航空機対策として停車駅を限定した設定となった。シェア20%から30%を目指すという JR 西日本と、 JR 九州の目標は達成され、2012年度より、各年で20%以上のシェアを得ている。2017年5月26日11時10分頃、新大阪発鹿児島中央行き水保615号が、岡山駅停車直前、先頭車両の1号車で乗客の男が、ライターで火をつけた書類を座席に置く事件が発生。この事件で座席の一部が焦げたほか、 後続列車7本が最大19分遅れると約4600人に影響が出た。ありがとうございます。